今日も世界中の気になるニュースを独自の目線でノンストップタブロイド。彼はシンガポール中心に海運業、貿易関係を営むマルコポーロマリン社、最高経営責任者ですね。そしてなんといっても年商が70億円もある、さらに所有資産が21億円もあるというリッチマンですけどもね。なるほど、彼すごいんですけど、お父さんもそもそもこの会社起業したんですけども、その2代目なんですよね。2代目、はい、で最初は船6隻の貿易会社としてスタートしたんですけども、わずか10年で100隻以上の貿易船を作ったんですよ。スーパーやり手ですね、ショーンさん。なるほど。で、2007年に離婚したバツイチで娘さん2人を育てるシングルパパでもございます。そうなんですか、はい、じゃあもうビビアンスーさんもね、これはもう立派な旦那さんで、お金が出るんですよね。出会いがですね、去年3月だったんですよね。これビビアンさん主演の映画のスポンサーだったんですよ。でこのショーン・リーさんのマルコ・ポーロ会社が、でそこで出会いに運命を感じた2人はすぐに交際をスタート。で交際わずか10ヶ月のスピード婚約という風になりました。そう、浜の女子っていう日本でいうと、まあ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 そう思うかもしれませんけど、間違いです。間違います。ビビアンさんはですね、なんとここ数年日本でのブレイク以上にアジアのトップスターになってきたんですよね。これちょっと詳しく見ていきたいんですけれども、まずビビアンさん、映画30作以上、ドラマ20作、コマーシャル50作以上、アルバム20枚以上、本当にアジアで幅広く活躍されています。だって噂は小耳に挟んだことありますよね。大胆に活躍されてるんで、はい、じゃあ設楽さん、気になる彼女の年収どれくらいだと思いますかね。いやー、玉の輿じゃないっていうぐらいですからね、ものすごい稼いでんでしょうね。じゃあ見てみましょうか、はい、オープン。あら、3億4000万円にもなってるというふうに言われています。で実はですね、この凄まじい収入を支えるビビアンさんの意外な才能があったんですね。これ以外にですね、実はこの活動の傍ら作詞家としても大活躍されています。塩コーチ、そうなんですよね。でこれまで60曲以上を台湾などのさまざまなアーティストに提供、でそれが大ヒットしているんですよね。で例を見ていきます。あの BGM が変わりましたけど、この曲です。でこちらはですね、ビビアンさんが作詞を手掛けた一曲なんですけども、まあ、台湾そしてアジアでは知らない人がいないという歌手、ジェイ・チョウさんの曲なんですよね。まあ、日本でも最近武道館でコンサートをしており、台湾チャートでは年間1位が当たり前です。でこの曲の入ったアルバムは250万枚もの売り上げを披露しました。250万枚売れてる、その中のですよ、一曲歌詞を書いてますからね、はい、で少し歌詞を、詳しく紹介していきたいと思います。可愛い女、綺麗でポットは赤く、照れくさくさせる可愛い女、優しくてたまらないような可愛い女、ピュアな気持ちは感動の可愛い女、いたずらっぽさは僕を食わせる可愛い女。なるほど、一回聞いただけだと意味がちょっと僕にあの訳すしたらセンスがある。直訳だから、ね、中国で来たんですからね。当時日本でね、活動されてる時とか共演とかされてますか？何回もしてる。僕の印象的なのは、大阪の時にまだポケットブスケツとかどんか埋めはる前に、当時住んでた大阪のアパートで料理作ってもらったよ。家に来るロケで、家に来るロケで、買い物一緒に行くとこから始めて、大阪の黒門市場とか行って、買い物して、そこで料理作ってくれた。なんか思い出深いですね、じゃあね。でその時に買うたコップが、まだ実はあんのよ。あれ、なんか繋がりがありますね。コップだけですよ。本当にアジアのスターになりましたからね。そんなビビアンさんなんですけど、台湾一緒に自転車で占いとか連れてってもらって、同級生で同じ1975年3月
こで、スーちゃんが2週間ちょっとお姉さんと一緒、本当に同じで一緒に占いに行って、なんかすごい楽しかったです。ああ、もう皆さんね、だから日本の芸能界でも活躍してたからすごいですね。でもね、そんなビビアンさんなんですけど、今後はシンガポールに、移り込んでですね、家庭を大事にしながら、まあ、芸能活動を続けていくそうです。なるほど。さあ続いては私です、はい、皆さんおはようございます。おはようございます。さあ続いてなんですけど、はい、そうです、はい、あの歌姫のなんとも不可解な行動がですね明らかになったんですね、はい、ご覧いただきましょう。こちらです。歌姫、はい、うん、こちら、日曜日に発売されたイギリスのザ・サンが伝えているんですけれども、総資産32億円、すごいな、世界の歌姫スーザン・ボイルがバイト探しということなんですね。バイトするの、はい、さあバイト探しの理由とは一体何なんでしょうか。これもらったよ。天使の歌声で世界を魅了する52歳の歌姫スーザン・ボイル。2010年にイギリスのオーディション番組で世界中の度肝を抜き CD デビュー。以来全世界で売り上げたアルバムは1900万枚以上、今やその資産はおよそ32億円にも上るという。いいか、これは。まさに神経なストーリーを体現したスーザン。自宅はおよそ4300万円の豪邸。自分磨きも4年がない。お得注射や歯のホワイトニング、さらには毎週サロンへ通い1回1万円という足のペディキュア、スワロフスキーストーンをこれまでに500粒も施したという。な、肉まんだよこれ。おばあちゃん何やってるんだよ、ボケてんじゃねえんだもん。イギリスの歌姫に衝撃のニュースが。先週木曜日、イギリスのタブロイド紙ザ・サンがある店のアルバイトの求人について問い合わせてきたと報じた。場所はスーザンの通貨とブラックバー。アルバイトの内容は競馬や野球など様々な掛け事を扱う政府公認のブックメーカーのレジ係だった。スーザンの問い合わせに対応した店長のデビットさんはザ・サンの取材に対し、スーザン・ボイルが突然窓に貼り出していた求人情報について尋ねてきたんでびっくりしたわ。最初は冗談かと思い笑っていたという店長。話をするうちに彼女が真剣なことに気づいたという。スーザンは自分の素性を明かした上でこう語ったという。どうしても働きたいんです。億万長者のスーザンが懇願したアルバイトの時給はイギリスの最低賃金の 6.31 ポンド日本円でおよそ1000円だった。この話は本当なのか、ノンストップはこのお店に直撃した。これやってんの、なんとスーザンがバイトの問い合わせに来たのは本当だった。そしてインターネットでしか求人は受け付けないと言われると静かにその場を立ち去ったという。億万長者のスーザンがなぜバイト探しをしていたのか、取材を進めると一つの理由が見えてきた。すごい話ですよ。そうですね、バイト求人広告を探してたんですよ。え、はい、でも求人広告を見てすぐお店に入っていったということだから、だってそうしたら32億円お金には困ってないです、はい、そんな理由があるんだ。そうなんです、そうなんです。これはですね、ザ・サンが地元にちょっと取材をかけたということなんですけれども、ご覧いただきましょう。ザ・サンによると、寂しいためご近所付き合いがしたいんではないかということなんですね。ご近所付き合い、これあれですよね、はい、ブックメーカーだから何かいろいろな家計も、はい、そうですね、窓口でこう、はい、ですからいろんな人と喋るという窓口の人をやりたいっていう、はいはい、でもそこでの近所の人とのコミュニケーション、ね、はい、もっと違う方法あるんじゃないかと思うんですね。まあ対面しようかな、ね、なんかね、対面商売なんですね。そういうことではないかと、はい、そうですね。というのもですね、スーザンさんあまり外出しておら
おりませんで、はい、人と接する機会がほとんどないということなんですね。でバイト探しは先ほどもありましたようにお金目的ではないと、うん、人との触れ合いが欲しかったんではないかということなんですね、うん、で実際スーザンさん自身これまでに彼氏がいたのは20代の時の1回だけというふうに明かしておりまして、うん、去年のインタビューでは恋人が欲しいというふうにもおっしゃっていたということなんですね。恋人がいない人はみんな恋人欲しいですよね。そうですね、さらにスーザンさんにとってすごくショックな出来事が去年あったんですね、うん、実はお父様お母様はすでに亡くなっておりまして、現在7歳年上のお兄さんが唯一の肉親ということになるわけなんですが、そのお兄さんがですね、去年のアメリカツアー中にこちら、金をくれないなら自殺するというふうに言ってきて850万円取られたと、これ実のお兄さんですから、まあ、須田さん非常にショックを受けていたということなんですね。ここでたった一人の肉親がもうお金をくれと、そうなんですね、まあ、ここで関係もちょっとね、はい、もうこれ孤独になっちゃうんですね。そうですね、ですからまあこの人とのつながりというのをこう今必死で探しているという状況のようなんですね。須田ボイさんってね、あのオーディション番組から一躍スターになったから、はい、ちょっとこういろいろが目まぐるしく変わった方ですもんね。だからまあ対応しきれてないんですよね。自分だから自分の望んだったことじゃないと思うんですよ。今の結構大勢の方がね、だからなかなか難しいよね。これでもバイトしたらそこに売り場とか本当にやっぱやりたいんですよ。やりたいらしいですね、はい、でも現在まだインターネットから正式な応募というのがないそうなんですけども、はいはい、これもしインターネットでちゃんとその応募があったらですね、うん、これお店の PR 担当の方なんですけれども、はい、この方はこのようにおっしゃっておりました。採用します、店内でも。それはすごいよ、お客さんも来たりとか。PR 担当の方美人ですよね。美人ですね。写真も大きく使ってます。店内でね、雑務店長は代わりにも十分しい。店内で歌いたいわけじゃないわけですね。ちょっとこれもね、だからアイスを見ながら歌うの店どこだったらね、店長全然わかってないわけだから、さあ続いていきましょう。紹介させていただきますのがこちらです。お母さん、はい、何だと思いますか。これはおよそ1キロ先渋滞しています。ある秘密が隠されています。こちらです。世界初あなたを試す下着、丸々がないと外れないブラジャー。そうなんです、これはただのブラジャーじゃない。スポーンてーよ、何チューしようとしてんだよ。相談料も契約手数料も全て無料です。無料の相談お電話の資本と何注意してんだよ。あのロストのサックが送る禁断のミステリー、いよいよ開幕。過去の物語につながって待ち、その謎を解けるのは彼女だけ。 Once upon a time。行くぞ、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 行